ドラフト会議で巨人から1位指名を受けた花崎徳春高校の内野手、石塚雄星選手について、巨人の OB、高橋義信さんが印象を語りました。画像、巨人に1位指名された花崎徳春、石塚雄星選手。U18 侍ジャパンで4番を打つなど、高校ナンバーワン野手、との呼び声も高い石塚選手。ミート力が非常に高いので、 打率は残せるのかなという感じで、内川、誠一、君であったり、鈴木誠也選手のような打撃フォームですし、無駄な動きがないのでストレート、変化球にもしっかり対応ができているのかなとも思います。と、高橋さんもその実力に太鼓判を押します。さらに、同じショートのポジションで名手として活躍した坂本隼人選手が憧れでもあるという石塚選手。 坂本選手とも長年チームメイトとしてプレーした高橋さんは、体格的にも182センチで非常に大きいですし、坂本と重なる今貴重な大型ショートだと思います。しっかり鍛えれば坂本のように30本、40本打てるような可能性を持ってると思いますし、石塚選手は U18 で4番を打ってきのバットも経験していますから、そういったところの適応も早いんじゃないかと思いますね、と。 坂本選手と石塚選手の素質等を重ねました。10月26日放送の日本テレビ、ゴーイング、スポーツニュース、お再構成。